んにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしいなです。いよいよ今年もこの季節が来ましたね。毎年恒例の超特大ブラックフライデーセールが XBOX ストアにてスタートしました。700本以上が対象です。セール期間は2週間となっていて、11月30日までの開催となっています。今回の動画では初めてセールとなった最新作や最安値を更新したタイトル、そして私のおすすめなどをご紹介させていただきます。ぜひ最後まで見てね。ホグワーツレガシー定価9878円から 40% オフの5926円で最安値を更新しています。ちなみに XBOX One 版は5266円と若干お休みです。今年の2月に発売したばかりのハリーポッターの物語の約100年前の魔法界を舞台にしたオープンワールド RPG です。ホグワーツに入学して好きな寮に入って原作でおなじみの魔法を覚えていき、学生生活を満喫することができます。また広大な世界を自由に探索することができて、不思議な現象に出会ったり危険な生物と戦ったりといった様々なイベントを楽しむことができます。とてもこだわりを感じられる丁寧な作りとなっていて、映像も美しく、原作ファンの方なら必見の作品だと思います。ストリートファイター6定価7990円から33% オフの5353円で今回初めてのセールとなりました。本作の大きな特徴としては、従来同様の対戦モードだけではなく、自らのアバターを作成し楽しむことができる一人用のストーリーモードワールドツアーが搭載されていて、このワールドツアーのボリュームがかなりしっかりとしており、さらにストーリーを通して格ゲーを基礎の基礎からじっくり丁寧に学んでいけるような作りとなっています。またモダン操作というワンボタンで必殺技が繰り出せるお手軽操作にも対応していて、シリーズ未経験の方でも入りやすい作りになっています。私自身これまでのシリーズはずっとコマンド入力で必殺技を出していましたが、今作6ではモダンに変更しました。すごく対戦の敷居が低くなりつつも、しっかりと格ゲーとしての読み合いやバランスが維持されていて、本当に完成度の高い素晴らしい作品です。ちなみに今作ではゲーム内にクラブ機能が備わっていて、仲間との交流を楽しむことが可能です。私の方でチームシーナというクラブを作成していて、最近のゲームラッシュに続くラッシュであまり遊べていませんが、以前開催した時はこんな感じで撮影などを行って自由に対戦や交流会を行いました。また時間を作って定期的に遊んでいきたいと思っていますので、今からでも始めたいという方いましたら、ぜひご一緒に遊びましょう。ウィッチャー3ワイルドハントコンプリートエディション定価6600円から 70% オフの1980円です。2015年にリリースされ、世界中で非常に高い評価を得ているオープンワールド RPG。 過去最安値ではないのですが、昨年 XBOX シリーズ X や S 向けのアップグレードが来て以降はずっとセール価格が上昇してしまっていたため、近頃で見るとかなりお安くなっています。XBOX シリーズ X S 版ではビジュアルやパフォーマンス、技術面において多数の進化が施されていて、シリーズ X ではレイトレーシングにも対応。また過去に配信された有料 DLC も付属していて、ウィッチャー3をフルに楽しめるセットとなっています。ダークソウルリマスタード定価4730円から 50% オフの2365円です。ダークソウルシリーズの1作目のリマスター版となります。システムやゲームの流れは複雑ではないのにもかかわらず、恐ろしい完成度を誇っています。オリジナル版の発売は12年前ですが、今なお全く色褪せない傑作です。フレンドとの協力プレイでも楽しむことができます。ダークソウル2スカラーオブザファーストシン定価5720円から 50% オフの2860円です。1とのつながりはないので2からでも遊べる作品ですし、他のソウルシリーズと比べても難易度が低めなのが2の特徴です。
フォーナイドゲームが苦手だけど気になるシリーズなので触ってみたいという方は本作から遊んでみるのもいいかもしれません。他作品では休憩すると敵が復活するのですが、本作2では一定数倒すと敵が復活しなくなるシステムのため、レベルを上げてじっくりと作へ進めることが可能です。こちらもフレンドと協力プレイが楽しめますよ。テトリスエフェクトコネクテッド、定価4500円から 50% オフの2250円です。綺麗な映像表現が魅力のテトリスゲーム。オンライン対戦はもちろん、一人用のジャーニーモードと呼ばれる様々なテーマの異なるステージをクリアしていくモードがあり、幻想的なビジュアルと BGM で視覚的に気持ちよく楽しめる作品です。ちょっと疲れた時などに遊ぶととっても癒されるゲームなんですよね。今年の春までゲームパスに対応していましたが、すでに外れてしまっているので、また遊びたい方は今回の機会にぜひ。ペルソナ5ザ・ロイヤル、定価7678円から 40% オフの4606円で、過去の最安値と同額のセールとなっています。つい先月にゲームパスから外れてしまった今作がお買い得な価格となりました。非常に膨大なボリュームの屈指の完成度を誇る JRPG で、個性豊かで魅力あふれるキャラクターたちとの友情や恋愛、怪盗団としての活躍を学園生活を通して存分に楽しむことができます。王道なだけではない、しっかりと貼られた様々な伏線に意外性のあるストーリーと、老若男女誰でもが親しみ楽しむことができる極上の一本だと思いますので、ゲームパスで最後まで遊びきれなかった方やまだ未プレイの方には全力でおすすめします。やや導入部分が長めではありますが、物語は進めば進むほどにどんどんと盛り上がっていきますので、ぜひです。ミラーズエッジカタリスト、定価1944円から 95% オフの97円で、最安値を大幅に更新しています。97円。オープンワールドとなって帰ってきた名作ミラーズエッジシリーズの2作目で、未来の高層ビルをパルクールアクションを駆使して一人称視点で走り飛び回ることができます。また今作は FPS ブーストに対応していて、 XBOX シリーズ X でなら 120fps でのプレイも可能です。正直1作目の方の出来が良すぎるため、本作カタリストの方は前作と比べると完成度は落ちますが、それでも今作の操作性やアクション、世界観の魅力は見事ですし、何より97円ってもう価格破壊すぎます。現在はまだ EA プレイに対応しているので、ゲームパスアルティメット会員の方でしたらゲームパスで遊ぶことができますが、本作は今年の12月をもってサーバーが閉鎖してしまい、オンラインプレイが不可能となってしまうため、サーバー閉鎖後はゲームパスから外れてしまう可能性があります。一人用のストーリーモードが収録されているオンライン必須なゲームではないので、 3D 用意しない方でしたら間違いなくおすすめな金額です。琉球防衛軍3、定価1620円から 70% オフの486円で最安値を更新しています。巨大な侵略者たちから地球を守れ、 TPS 視点で群がる大型の虫や機械など、とにかくひたすら倒しまくるステージクリア制のアクションゲーム。豊富な武器を使用することができ、単純ながらに中毒性の高い大人気シリーズですね。今作ならではのノリの良さ、燃える展開も必見です。 BDA。また続編4の海外版であるアースディフェンスフォース2025も、定価6912円から 85% オフの1036円で最安値を更新しています。こちらは残念ながら日本版ではないため、日本語は未収録ではあるものの、日本版とは別実績であり、オンラインでのプレイも未だに可能なため、海外版で EDF4 を遊びたいという方にはおすすめできるタイトルです。とにかく敵を倒せばいいというゲームシステムなので、英語でも問題なく遊べますよ。ロストオデッセイ、定価2700円から 75% オフの675円で、過去の最安値と同額のセールとなっています。
ファイナルファンタジーの生みの親坂口博信さんによって作られた RPG キャラクターデザインには、スラムダンクやバガボンドで有名な井上雄彦先生、作中に挿入されている小説には重松清さん、音楽には上松信夫さんと名だたるクリエイターたちによって生み出された作品で、死なない体を持ち天命生き続ける記憶を失った不死身の戦士カイムの壮大な物語が描かれています。かつての FF シリーズを好きだった方にはぜひ遊んでみてほしい XBOX を代表する傑作です。サイコブレイク2、定価8618円から 85% オフの1292円で最安値を更新しています。バイオハザードシリーズでおなじみの三上真嗣さんが手掛けているタイトル、バイオの精神を強く受け継ぎ、よりホラー要素を強く、よりコアなゲームへと進化させたような作品です。前作からあらゆる面で大幅にパワーアップを遂げていて、広いエリアでの探索や武器やキャラの成長など凄まじく完成度の高いゲームとなっています。バイオハザードシリーズなど好きな方にはもちろん刺さるタイトルですし、今年 XBOX 向けに発売されたハイファイラッシュにも同作のネタが盛り込まれているので、ゴーストワイヤー東京やハイファイラッシュなど単語ゲームワークスの作品を楽しめた方には全力でおすすめです。めちゃくちゃ面白いですよ。ということで、今回はブラックフライデーセールからおすすめのタイトルをご紹介しました。セール期間は11月30日までなので、ぜひ気になるタイトルがあればチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後も XBOX の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。